ずカメラを振り上げてしまいますが、その先に捉えたのは野生のクマです。今朝福井県の植物園でクマの目撃情報があり、警察や消防などが出動しました。クマは体長1メートルほどのツキノワグマで、発見から8時間後、地元の猟友会によって射殺されました。